はいはい、我が家のね、暑い、いや、ここね、暑いんですよ、針山さんがいるせいで。こちら、亀山さん。亀山さんじゃないよ、亀山さんじゃないよ、亀吉と小太郎紹介する一応。あ、こいつな。ちょっとね、今日、最近マンスがね、忙しいらしくて水槽がちょっと汚いんですけど。亀吉な、亀吉が大きい方なんで、こっちは小太郎ですね。ああ、そうなんだ。違う、 こいつは小太郎、小さいから小太郎って言われてんの。いや、わかんない、それは。俺がこいつと知り合った時にはもう小さかったから。こっち亀吉、ファミチキみたい。ファミチキ、ファミチキでよくね。もうこいつファミチキでいいか。ファミ吉、ファミ吉でも可愛いんだよこいつら。あ、続きしてんじゃん。こうね、寄ってくんの。たまに餌あげるからさ、人が来るとこう寄ってくるんですよ。あ、そうなんだ。言ってますね。食え、命令すな。ほらほら、食べてる食べてる。うん、いいじゃんいいじゃん。かわいいな、なんか。かわいいよね。かわいい。え、これは何なの。それは電気。電気か、つけてみていい。いいよ。だから部屋が暑いからつける必要ないんだろうね、今ね。絶対この方が良かったじゃん。うん、だろうなと思って。あ、食ってる食ってる、かわいいかわいい。無理。本当はさ、なんかさ、でっかい水槽欲しいねとか言ってたんだよね、俺は。そう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 。まあね、今後ね、ありえるわけでしょ。でもやっぱ大変なんだって。まあ確かにな、水槽とかって。うん。うわ、かわいい。はいはいはい。え、カント何飼って飼ってたことあんの。ハト。ハトはやめて。ハト、ハト絶対やめて。ハトパチ。ハトパチ、シンパチみたいな感じで。ハトパチだったね。ハトパチ何日買ったの、何ヶ月買ったの。いや、2ヶ月ぐらい買ったよ。ハトパチ2ヶ月。ハト俺一番嫌なんだよな。で、ハトめっちゃ可愛がってて、羽治って、怪我してるハト。ああ、怪我してるハトが一番汚いぞ。いや、ピカピカだぞ。ピカピカおかしいしな、あと。どんなに磨いても動物はピカピカにはならねえ。いや、それで学校から帰ってきたら父さんが逃がしちゃったっていう。父ちゃんが、もうカゴにはいなかった。どう思った？ハトたち、いや、ざけんなよ。でもその後学校を通学するたびに、ハトパチいねえかなっていう目で毎日投稿しちゃって。ちょっとごめんね。首がありえないぐらい長い。ハトパチの話の方がいいから。首が今ありえないぐらい長い。ねえねえ、俺がハトパチの話。亀吉の首が今ありえないぐらい。見せない。亀吉の首が今ありえないぐらい長い。ゴムゴムの亀だったの。オルタナさんのあのスクイーズぐらい伸びてたの。そうそう、だからハトパチ今日もいねえかな。やめてください。僕にそこを編集する技術ありません。はいはい、でそんな感じで今日はね、亀吉と小太郎を紹介しました。え、動物っていいですよ。昔はさ、動物飼ってるっていうことで人気になるからとかでさ、飼ってたけど。そうね、友達にいいなって、犬飼っていいなって。そう、分かる分かる。友達が遊びに来るとかね。そう、ものだけど、うん、やっぱそうじゃないから。そうそう、本来だって俺も今実家出てるけど、うん、もう親に会うというよりは B ちゃんに会いに帰るもんね。あ、全然。そういうね、大切なものだということで、なんか飼ってもいいんじゃないでしょうか。いや、飼いましょう。